ビズ公正取引委員会は30日原材料費やエネルギーコストが上昇する中で中小企業が適正に価格に転嫁できているか緊急調査を始めると発表しました対象は食料品製造業や道路貨物運送業など価格転嫁を拒否される事案が発生していると見込まれる22業種です発注元と発注先 共にヒアリングを行い独占禁止法上の優越的地位の乱用に当たらないか調査します問題があれば立ち入り調査も行うということです